お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは対決、日本製バイク VS 中国製バイクをお送りします。今回のお話は日本と中国のバイクレースについてです。バイクに関しては日本のメーカーが長い間世界トップクラスに君臨しています。しかし最近は安い価格を武器にして中国メーカーも躍進してきており、日本製のバイクと中国製のバイクのどちらが優れているのかという疑問を検証するため、カナダでバイクダートレースをしてみたという動画がありました。まずそのレースに出たバイクをご紹介します。日本製のバイクは2007年製ホンダ CRF100、 1991年製ホンダ CR80、 2004年製ヤマハ WR450。 ちなみに中国製も同じような型のバイクでした。レースの結果、 CRF100 が 250cc 相手に1回負けましたが、ほとんどが日本製の勝利という結果に。特にWR450 は一度も負けなかったと動画内のコメントで称賛されていました。ここでその声の一部をご紹介します。海外の反応。日本製こそ全てだ。今まで2から3台中国製のを持ってたけど全部ぶっ壊れてゴミになった。その点日本製はエンジンもすぐかかるし乗り心地もアメージングだ。俺のホンダ CRF150F は1400ドルしたが、マジで素晴らしいコンディションだ。俺の CRF250R は、めっちゃクソ、あええぜ。古い150が遅く感じるほどだ。この動画は、中国製は素晴らしいと証明したいようだけど、うまくいってないみたいだな。中国のバイクは値段に関しては OK さ。でも、ほとんど全てのバイクに日常的なメンテナンスが必要になるんだ。中国製のバイクはヤマハ、スズキ、KTM、オーストリアのバイクメーカーの真似だし、信頼性もチープなもんさ。ホンダ、川崎、ヤマハ、スズキ、聞いたことのあるバイクを買いなよ。もしレースに中国のバイクなんかで出たら笑い者にされるぞ。お金が問題なら中古を買えばいい。新品のクソよりも全然マシだ。俺はホンダ XR600R、 川崎 KDX225 と乗ってきて、今はスズキの RMX250 に乗ってるよ。この全部を愛してるんだ。 XR は太った豚みたいだが狂ったように速いし、 mph100 オーバー、 KDX はグレートなトレイルバイクだ。RMX はちょっと重いけどめちゃパワフルで、目下俺の一番のお気に入りさ。ヤマハやホンダがいいんだけど高いんだよな。 125cc のダートバイクってのは500ドルくらいのものなのに、最高のバイクじゃなくても楽しむことはできるさ。もし中古のヤマハを買うなら古いパーツを山ほど取り替えなきゃダメだろうな。これでコストがさらに上がるだろう。ダートバイク、ビットバイクのエンジンは200ドルはするんだ。コストなんかぶっ飛ばしちまえ。最近じゃ日本製だ中国製だとか、スズキ、ヤマハ、川崎とかのブランドなんて、さほど重要な意味はないだろ。中国には、まだ、ヤマハや川崎、スズキみたいに有名なブランドはないけど、少なくともビキューはナイスだし、よく動くぞ。俺は川崎の KX85 に乗ってるんだ。ビットバイクは 110cc だ。このバイクはいいバイクだよ。もし君がゆっくり乗ろうとしても川崎ならはるかにいいジャンプをしてくれる。川崎はアップダウンやゆっくり登るようなところでもジャンプしていっちゃうのさ。ビットバイクじゃ難しいようなコースでもね。俺は日本製のを気に入ってるよ。ヤマハ WR450F は最高だよな。中国製バイクの一足で悪戦苦闘してるやつを
俺が4足でちぎってやった時なんか、そいつハンドルに顎を落としそうになってたぞ。それがチョンってさ。疑問なのは、まっすぐな道で、誰が誰を抜いたか、とか、じゃなくて1日3道を走った後でも、中国製のバイクは一緒についてこれるのか、ってことなんだ。俺の経験じゃ、デコボコの道に出会うと、中国製のは、すぐバラバラになっちゃうんだよな。ポイントなのは、チープなバイクを手に入れることじゃなくて、ひっきりなしに壊れたバイクを家まで運んでくれる人を探す羽目になっても、バイクに乗るのを楽しめるのかってことなんだ。数週間だけじゃなく、何年も楽しめるバイクを買うために追加料金を払うべきだよね。さて、バイクといえば、道路がバイクで埋め尽くされる現象が起きる国を知っていますか？別名バイク王国、ベトナムです。ベトナムは、バイク市場で、ホンダ、ヤマハ、スズキという日本企業、台湾系の三洋工業、そして、イタリアのピアジオという5社が、市場シェアのほぼ全てを抑えているのだとか。中でも、2019年のベトナムバイク市場で、ホンダはシェアを獲得。そのことが、中国メディアの100度でも記事になっていました。記事では、バイクだらけのベトナム市街地では、なぜ、日本製のバイクしか見かけないのか、中国メーカーがベトナムで生き残れなかった理由を絶対に忘れてはならないと掲載されています。ベトナムは、中国と古代から密接な交流があって、現代でも多くの中国人がベトナム旅行を楽しんでいます。でも、ベトナム旅行の時に、中国人が現地で目にするのは日本メーカーのバイク一色で、バイク製造大国なはずの中国のバイクを見かけることはないんだそうです。一体、ベトナムで中国製バイクはなぜ売れないんでしょう？いや、煽りとかではなく、記事では以下のように考察しています。1990年代から2000年初めにかけて、中国は最も早くベトナムのバイク市場に参入した国の一つです。当初はコストパフォーマンスが良かったので、当時のベトナム人消費者から支持されていました。でも、多くの中国メーカーがベトナム市場に参入するにつれ、値下げ競争が始まりました。その結果、バイクの品質を自ら下げていく結果となり、中国製バイクの欠陥に起因する交通事故が多発。中国製バイクのブランド力と評価は急速に低下していきました。そのため、中国製バイクを欲しいという現地の人はいなくなってしまったのです。価格は高いけど、クオリティも高い。しかも、命の安全を保証してくれる日本ブランドのバイクに目を向けるようになったわけです。まあ、普通に事故り、たくはないですもんね。現在は、ベトナム市場における中国製バイクのシェアはわずか 5% ほど。中国メーカー同士が価格競争を繰り広げ、共倒れになってしまった教訓を忘れてはならないと記事に掲載されています。最近のベトナムでは、電動バイクに対する注目が高まっていて、ホンダを含む多くの主要メーカーが、この市場に参入を始めています。中国は電動バイク製造大国でもありますが、ベトナムの電動バイク市場に参入するのなら、過去の教訓を生かすことができるのか、というところに、今後の命運がかかっているようです。一方、日本製はというと、日本車が、世界で高く評価されているのと同じように、日本メーカーのバイクは、とても高く評価されています。中国国内には、数多くバイクメーカーがありますが、それでも、日本のバイクを欲しがる人は少なくありません。中国メディアの倉庫は、評価が高い、その理由を語っています。世界最大の自動車市場となった中国。農村部では、今もバイクで移動する人が少なくありません。中国都市部でこそ、バイクの乗り入れ制限がありますが、バイクを購入しようとするユーザーが、まず検討するのは、日本メーカーのバイクを購入できるかどうかなのだとか。その理由が、中国メーカーをはじめとする他のバイクに比べて、品質が圧倒的に優れているから。中国の記事にしては、珍しくベタ褒めです。
1863年にフランス人によって発明され、欧米で大きな発展を遂げたバイク。日本でバイクが量産されるようになったのは1930年代なので、実は日本は生産後発国です。しかし、記事では、何に対してもより良いものを求め、全力を尽くして改善を続ける姿勢、この精神が、日本のバイクを現在の地位に押し上げたと伝えていました。さらに、この本質的な精神は、バイクに限らず、日本という国土が小さく、人口も少ない国を、世界の先進国へと発展させた原動力だと主張し、中国は、日本人のこの精神から多くを学ぶ必要があるのだと述べています。さて、ここで、人気の高い日本製バイクの中でも、最近、海外で、特に人気の高いバイク5000をご紹介。知っての通り、日本のバイクは、たくさん種類があります。そして、いろんなバイクが海外に出回っていますが、特に最近人気が出てきたバイクは、次の5車種です。ヤマハ MT-07、ヤマハ YZF-R3、ホンダ CBR650R、川崎 Z1000SX、川崎忍者400、YZF や CBR、忍者など、このあたりの単語は、海外でも十分通用しそうな知名度です。それぞれ、どのようなバイクなのか、詳しく見ていこうと思います。ヤマハ MT-07。最近流行のヤマハ MT シリーズ。加速時にモリモリと湧き上がってくるトルク感が売りのバイク。MT は、略語で、本来は、マスター・オブ・トルクというのだそうです。スーパースポーツ並みの高性能のエンジンを搭載しており、贅肉をそぎ落としたかのようなスリムな車体は、街中でも圧倒的なパフォーマンスを発揮します。このバイクのジャンルはストリートファイター。カウルを取り外したスーパースポーツと言われるほどの性能の高さ。MT シリーズの中でも、特にヨーロッパを中心に人気があるバイクが、MT-07 になります。688cc のエンジンは、海外では、ちょうど良いサイズなのだそうで、トルク感を感じるエンジンの評価が非常に高いです。英語圏最大のバイク情報誌、MCN に掲載され、2014年に、雑誌内の最優秀バイク賞など、様々な賞を受賞しました。ヤマハ、YZF-R3。ヤマハのフラッグシップモデル YZF-R1 の発売から20年記念で投入された軽量スーパースポーツ。YZF シリーズは R1 から R6、R25 と各排気量によって魅力的なバイクが揃っています。外装のデザインはシリーズ統一。MotoGP に参戦する YZR-M1 がモチーフになります。R25 もコンパクトで魅力的なバイクです。でも、250cc クラスのバイクだと、北米の広い道路では少し力不足。320cc のエンジンを搭載する R3 はパンチ力があるので、海外特に北米、インドネシア中心に、ちょうど良いサイズとして、高い人気を誇ります。ホンダ CBR650R。CBR600RR が生産終了し、その代役として登場しました。CBR650F をベースにしたと言われていますが、CBR650F は、アップハンドルに整列サスペンションが採用されていて、どちらかといえば、ネイキッドの位置づけのバイクです。倒立サスペンションに低いレーシーなハンドルポジションで、サーキットでも圧倒的なポテンシャルを発揮。CBR600RR の後継バイクとしてふさわしいバイクです。2018年のミラノ国際モーターサイクルショーで発表され、大きな反響を呼びました。ヨーロッパを中心に、瞬く間に、欧州では人気車種に上り詰め、高い人気を誇っています。特撮などでもよく使われてますよね。川崎 Z1000SX。忍者1000と呼ばれる Z1000SX。見た目こそスーパースポーツですが、長距離ツーリングも想定されたスポーツツアラーバイクとして発売されました。
これまではスポーツ志向の忍者シリーズが人気の中心だったものの、スーパースポーツもいいけど日常的に使いたいしポジションがなぁといった悩みを持つライダーは海外でもたくさんいて、川崎ファンも多いのでうまく需要に応えたモデルとも言えます。キャッチコピーはゆったり乗れる忍者、川崎忍者400。川崎といえば忍者シリーズ。その中でも忍者400はライバルの CBR400RR や YZF-R3 などに対抗するために登場しました。 250cc クラスには忍者250ラウンドも存在します。でもヨーロッパや北米では 400cc クラスでなければ気持ちよく走れないというライダーはたくさんいて、そんなライダーの要望に応えるように投入されました。回せば回しただけパワーが出るエンジンで、スペックは申し分ありません。同クラスのバイクと比べて高トルクも発生するので、 167kg の軽い車体なのでキビキビ走ります。 600cc クラスのバイクより使い勝手が良いと感じることもあるそうです。日本も含め世界中で人気があります。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、命が関わるので多少高くても日本製を選びたいという海外の人たちの意見は納得ですし、やっぱり誇らしいと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。